い、どうも大地です。2個前の動画かな、僕蒙古タンメン中本さんから出てる北極ブラックを食べたんですよ。まあ1個だけ食べたんだけどね、まあまあ余裕でした。まあ辛かったよ、辛かったけど食べられない辛さじゃないっていうか、俺は美味しく辛く食べれた。でもとてつもなく辛かった。北極ブラックセブンイレブンからねこの前出たばっかりなんですけれども、まあ多分ねまだ誰もやってないことをね今日は本当にしちゃいたいと思います。この前のね動画でも僕公言してるんですよ、北極ブラック1個だけじゃ多分物足りなかったの。俺も1個やるんだったらもっとやっちゃおうよっていうことで、今日は本当にあれをやります。ダオハリジボダヒロダー。はい、ということで今回は新発売した北極ブラック10個買ってきました。はい、今回やるのは一つの北極ブラックにこちらの辛味オイル10個入れて食べていきたいと思います。僕辛さはね得意な方なんですよ。10個ぐらい、余裕10個ぐらい余裕だろ。ということで早速作っていきたいと思います。それではいきますよ、せーの、レブレンズジャンファン。はい、それではですね全部北極ブラック開けていきたいと思います。まあ、今回使うのは辛味オイルですね、焦がしニンニクオイル、こちらを10個使っていきたいと思うので、とりあえずこちら10個全部取っていきたいと思います。でもね普通に美味しいんだよね、ただ辛いだけじゃないの。普通の北極ラーメンはね確かにただただ辛かっただけだった。今回はね普通に美味しいの、美味しい辛さだったらいけんじゃねえかって話ですよ。はい、ということで全部剥き終わりました。全部で10個ですね。これを一つの北極ブラックに入れていきたいんですけど、余裕だろ。まあ、とりあえずじゃあもう一回ちょっと中を確認しましょう。なんかこの前も見せましたがこんな感じです。真っ黒、赤ではないです。てかスパン早くね、やるこの前やったばっかで俺、これ流れに乗ってっから。いい波乗ってんね、いい波乗ってんね。はい、それではお湯入れていきたいと思います。はい、お湯入れ完了しました。ただいまから5分待ちたいと思います。はい、5分経過したので開けていきたいと思います。やっぱりそうだね、もう赤じゃないのよ、スープも真っ黒なの。はい、それでは10個入れていきたいと思います。1つ目、見てほら真っ黒なの、やば、真っ黒です。はい、1個、2個目、はい、3個目、はい、4個目、どんどん真っ黒になっていくよこれ。はい、5個目、うわ濃いな。6個目、うわ7個目、ドロッドロも。はい、これ何、8個目、いや7個目です。それではこれが9個目、でラスト10個目、こえー、もう色が、うわニンニク焦がしオイル ×10、 1個のカップラーメンに集結しました。あれらしいです、北極ブラックが普通の辛さ、蒙古タンメンの普通の辛さが10倍らしいです。っていうことはですよ、10倍の北極ブラックが今10個あります、ここに辛味オイル。ってことはここにもう蒙古タンメン ×100 の辛さが集結したということになります。ちょっとねまあ実食の前にちょっと匂いから嗅がせていただきたいと思います。なんか薬的な辛さの匂いがするんだけど、食べ物じゃないぞこれ、製品の匂いがする、食べてはいけないような気がしてきた。それではいただきます。これマジマジマジで言ってる、マジで言ってんの、マジで言ってんの、マジで言ってんの、マジで言ってる。マジこれ、ちょっと待って、シャレンダー、マジでやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、一回止めて、待って、待って、ふざけるもんじゃないこれ、待って、ふざけるもんじゃない、そんな辛い、ダメだ、じっとしてられない。そんな辛い、俺もでも辛いの得意よな。辛いの得意とかじゃない、これはもうダメの無理だ。本当にもっと言って、俺さっきもっと言った、お前、お前マジで言ってる、あれそんぐらい、怖っ、口に入れた瞬間やばいからね。いただきます。
って言った方がいい。うわ、帰ろ。俺も純也も辛いのでちょっと撃沈しました。結構びっくりするからね。あの吸わない方がいいかも。ガチのやつだ。やばいよ。甘い。いや、でも辛い。蜂蜜甘い。ダメだ、でも辛い。